シベリウスモニュメント地図、シベリウスモニュメントは、エーラ・ヒルツネンがデザインし、作曲家のジャン・シベリウスに捧げられたモニュメント。モニュメントは、フィンランドの首都ヘルシンキのトゥーロ地区に位置する、シベリウス公園内に設置されている。このモニュメントは、フィンランドの彫刻家、エーラ・ヒルツネンが、バッシオ・ムジケという題で制作した作品であり、1957年9月7日に、除幕された。 シベリウスの死去に伴い同年に、シベリウス教会が催した大会では、本作が勝利している。大会は、先の受賞作品が破棄されてから2回行われている。抽象的作品の是非をめぐって、活発な議論が交わされた。本作は、オルガンのパイプを模したデザインに見えるが、シベリウスが残したオルガン曲は、わずかしか知られていなかったのである。彫刻の主要部の隣に、 シベリウスの顔が取り付けることによって、ヒルツネンは批判に対応することとなった。モーニュメントは600本以上の中空の鉄パイプが波のような形状で溶接されてできている。ヒルツネンはこうすることによってシベリウスの音楽の本質を捉えようとした。重量は24トン、周囲は点五メートル、十点五メートル、点五メートルの大きさである。同じモニュメントの縮小版が パリのユネスコ本部に設置されている。また、ヒルツネンが設計した同じ構想を持つ作品がニューヨークの国際連合本部ビル内に展示されている。1939年、レオ・アンドレ・ジーナ・ウェインスタイン財団により、彫刻家たちが公園内に設置される作品を設計する大会が開催された。条件は、フィンランドの国民的女子史。 彼らの情景を表現したものであることだった。RR とメンが出品作、イルマタルトカモで優勝し、同性の作品が1946年に除幕された。ありがとうございます。